皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、介護者を混乱させる認知症患者が使う言葉3選、介護者を混乱させる認知症患者さんが使う言葉3選、要するに3つの言葉ということを、ご紹介します。これ本当にまさに、日々自分の外来をやっているとですね、もう家族の人がもうこんなことばっかり言ってっていうような言葉になります。まずご紹介する一つ目は一刀乱。そんなことを私は一刀乱というのを使うんですね。例えば、そろそろお金の管理が、心配になってきた子どもさんがですね、お母さんそろそろお金の管理は僕らに任せたらみたいなことを言う、なかなか、いうことを聞いてくれなかったのがある日急にですね、私もちょっと全部自分でお金管理するの不安やから、あんたたちに任せるわと、おー、ようやく分かってくれたかということで、翌日ぐらいにお母さんそろそろ通帳預からせてよと言うとですね、そんなこと言っとらんよっていうふうに言ってガクッと来てしまうんですね。で、なかなかデイサービスに行くのを嫌がっていた、お父さんお母さんがですね、なんとかケアマネや皆さんがこう説得をしてですね、ようやくデイサービスに、じゃあ一回行ってみるかなと言って話を進めてると、そんなこと俺は言っとらんぜというふうに言われてしまうわけですね。そろそろ車の運転が不安、心配になってきて、これも、娘さんや息子さんが一生懸命説得をして、分かった。そこまでお前らも言うんだったら、車の運転はやめようということで話を進めようとするとですね、そんなことは俺は言っとらんというわけですね。いやー、困ったもんですよね。家族として通帳任せてもらえるかと思って、出に行ってもらえるかと思って、車を降りてもらえるかと思ったらですね、一刀乱という言葉で、終わってしまうわけであります。で、二つ目にですね、家族を疲弊させる、混乱させる言葉としては、これはですね、聞いとらんですよね。例えばうちの認知症専門外来をですね、受診したりするのはなかなか家族としては説得するのは大変である。でもこれも一生懸命説得して、じゃあ明日なんとか受診しようよ、分かった明日なと言って、当日迎えに行くとですね、何しに来た、いやお母さん病院かかるって言っとったよねって言ったら、ほんなの聞いとらんと言ってしまって受診をしないという方がおられるんですね。正直うちの認知症専門外来というのはですね、大体今1ヶ月から1ヶ月半ぐらいお待ちをいただいているわけで、でその貴重なですね、その枠をですね、当日本人が聞いとらんと言って受診されなくて空いてしまうということが、多々あるわけですね。だから本当にこれはもったいないから何とかしてほしいなと思うわけなんですが、この聞いとらんという言葉に負けてしまうわけであります。で、例えばちょっと足腰が弱った、息子、お父さんに向かってですね、息子さんが一生懸命説得して、ここ段差があるからバリアフリーにしようか、みたいなお話をする。で、そのバリアフリーにするという話もですね、最初は渋々だったんだけど、そこまでお前らが言うならそうしようか、と言って、実際工事を始めると、何始めるんだ、ほら、俺は聞いとらんぜ、俺はまだそんな足腰が弱ってるわけじゃないし、いらんことするな、と言って、全部保護にしてしまう。これも聞いとらんで済んでしまうわけですね。先ほどの言っとらんに近いわけなんですが、俺もそろそろ車を降りる。あ、じゃあお父さんもそろそろ車を処分しないかんね、ということで車の処分をしようとするとですね、そんな俺は車を処分するなんてのは聞いとらんし、そもそも俺は車を降りるなんて言っとらんぞという、もう今度は聞いとらんと言っとらんの両方という遠遣いですよね。だから本当にこの言っとらん、聞いとらんというのは、便利な言葉ですよね。だから、言われた方は相当のストレスが溜まるわけなんですけど、言った方はこれを言ってる限り何のストレスも溜まらないわけですね。で、この、今言っとらん、聞いとらんが2つなんですけど、じゃあ3つ目は何かっていうとですね、今度はよくわからんなんですよね。そんな言っとらんとお父さんいついつ言ったやんとか、もう逆に僕なんかですね、そういうことがあるといかんのですが、紙で残したりするんですね。例えば、デイサービスを行きますって、僕の前では行きますっていう人がいるもんだから、
押すとですね、もう診断書書いちゃうんです。まあ当然その診断書ではいただかない診断書なんですけども、何月何日誰々さんはいついつからデイサービスに行くということにをご了承されたっていうやつを渡すんですね。で、かなりの方はですね、それを、自分の名前で自分のサインまでしてあるものだから納得はするんですけどですね、そういうもうなんか突きつけられてどうしようもなくなるとですね、よくわからない。自分はよくわからないって言って逃げちゃうんですね。もうこうなるともう手がつけられんわけですね。言っとらん聞いとらん。で、最後はよくわからんっていうのがですね、もうこれを続けられるとですね、もう介護者というのはですね、もう本当に疲弊をしてしまうわけですね。まあ、たまにですね、このよくわからんをですね、まあ、いわゆるこう、電話がかかってきた時のですね、まあ、いわゆる、まあ、何かを売りつけたりするのに使ってくれるようなおばあちゃんもいらっしゃる。これは有効ですよね。何か電話がかかってきて、おばあちゃんこうこうこうなんだけどって何か、まあ、売りつけようとするようなのがあった時に、その時にですね、その、私よくわからんで、もう息子たちからそう言われてる、私は何もよくわからんでっていう時には、確かに効果を発揮するんだけど、介護者としてはですね、なかなか、混乱をされてしまうということです。まあでもね、皆さんもどうですか？言っとらんとか聞いとらんとかよくわからんなんてことをね、使えたらですね、すごい気が楽かなというふうに思いますよね。って僕はこの話をしてたらですね、うちのスタッフに言われました。最近先生この言葉結構使ってますよって言われて、うん、確かに自分も今57歳になってですね、確かに言ったことちょっとあんま覚えとらん時もあるし、聞いたことあんまよく覚えとらんという時もあるし、ちょっとこう難しい話になってくるとよくわからんということがあるから、実はこの言っとらん聞いとらんよくわからんはですね、もう認知症患者さんだけじゃなくてですね、かなり早い段階の人も使っているんではないかなというふうに思いますので、まあ逆に皆さんもですね、まあ、困った時はこの武器も有効ではないかなというふうに思います。ただ認知症の患者さんで言うと、まあこういう言っとらん聞いとらんよくわからんというのは確かに介護者にとってはですね、辛い、ストレスな言葉なわけですが、まあこういうのを使ってるうちとってのはですね、春、夏、秋、冬の全経過でいくと、やっぱり春から夏のレベルの方なんですよね。まあ僕はよくいつも皆さんに申し上げているのは、春から夏のレベルというのは、後で振り返ると、まあ、まだまだあの頃は介護は楽だったなと思える時ではあるんですね。だから確かに介護してる人にとってはとてもストレスなのかもしれないんだけど、まあ、言っとらん、聞いとらん、よくわからんって言っててくれるうちというのはですね、それほど実害もなく、まあ家族としても介護ができているんだろうな。で、そこから秋になり、周辺症状として幻覚や妄想が、おこりっぽさなんかが出てくることを思えば、で、さらに冬になって、もう生きるか死ぬかという段階になってくることを思えばですね、まあ、全経過の中では、まあ、言っとらん、聞いとらん、よくわからんは、まあ、若干腹立たしいところもあるわけなんですが、まあ、まだまだ、介護としては十分対応できるレベルであるよということをですね、知っていただければ、多少、ストレスも減るのではないかなというふうに思います。本日はですね、介護者を混乱させる認知症患者さんが使う言葉3選として、言っとらん、聞いとらん、よくわからんというこの3つをですね、ご紹介させていただきました。まあできれば、そういう言葉を使わないで人生を終えればいいなというふうに思っております。